はい、おはようございます。あ、まあ、お昼なんですけど、こんにちは、本部長の秘密基地でございます。今日はですね、久しぶりに、さっき、ちょっと、動画の記録見てると、前撮ったのが4月4日ですよね。バイクを洗ってるのが、もう1ヶ月以上私バイクを乗ってません。4月4日の洗った時も、あれはただ、バイクを洗っただけですね。ろくに乗っておりません。はい。Z900RS、私の150でございます。1ヶ月以上乗ってないんで、エンジンかかるかなと思ったんですけど、意外と一発でかかりましたね。さすがですね。国産のバイク。ね。別に海外のバイクもかかると思いますけど。昔のね、僕のバイクはね、すぐバッテリーが上がったんで、ね、なんでか知らんけど、ここにゴルフバッグが落ちております。久しぶりの150でございます。ね、洗ってたんでね、まあそんなに汚れてはないんですけど、やっぱりちょっとうっすらホコリがかぶってますよね。まだ、今日は5月の、17かな、日曜日です。はい。私1ヶ月、僕も1ヶ月以上休んでなかったかな、1ヶ月ぐらい休んでないかな。久しぶりにちょっと今日は休みを取りまして、いつものですね、元ゴミ処理場、そして下水、処理場のですね、前から、お送りしております。はい。で、まだ大阪は一部自粛は解けましたけども、大阪、何でしたっけ、モデルでしたっけ、ね、大阪モデルっていうのがなんかやっておりましてですね、一部解除はなってますけど、基本的には大阪はまだ緊急事態、宣言でしたっけ、ちょっと覚えてないんですけど、そんなんで、自粛の最中なんで、まあお店は寄れないと思います。今日はね。だから、ちょっと、大阪の街を流してみようかなと思っております。はい。で、Z900RS、150ですね。エンジンかけてみましょう。ね。車に気をつけながらね。もう僕もね、これ、今何歩走ってんやろ。今日の温度は25度、暖かいですね。で、久しぶりにこの、夏物を、春夏物を引っ張り出してきました。ちょっとね、今、不節制してるんで、切れるかどうか心配たんですけど、全然切れましたね。この氷道のジャケットと、ゴールドウィンの、サマーグローブですね。今、どうやったかな。これか。オードメーター、12,605キロ走っております。12,605キロですね。温度が25度、今あと137キロ走れます。もっと走れるんですけどね、これ。AV これ、燃費ですね、18.4っていうような感じで、12000キロ走っております。12600キロね。もう1年目はね、乗りまくったんですけど、2年目に入ってですね、まあ、ちょっと急に下がっておりますが、走るのをちょっと音聞きましょうか。はい、いい音です。やっぱりね、Z900RS は僕のその体型にはちょうどいいですね。まあ、他いろいろ欲しくなりましたけど、やっぱりこのバイクって、僕みたいな小柄にはちょうどいいバイクなんではないでしょうか。うん。まあ、自粛してる時にね、いろいろネット見たらやっぱりいろいろ欲しなるんですよ、バイクって。でもね、やっぱ乗ってみたら、やっぱりこいつが一番いいなっていう感じになるんです。いいっすね。いいっすね。150。ね。こんな感じで。よいしょ。
この赤いゴルフバッグがすごく気になりますが、安全運転で、久しぶりなんでね、安全運転で行きましょう。撮れてるよね。天気はね、そんなにめちゃめちゃピーカンじゃないんですよ。曇りかな。一番こう、まあ、バイク走るのにはいい天気やと思います。ここはですね、まあ地元なんですけどね、家の近所です。あの森の宮、緑橋と森の宮の間のところになるんですけどね、一応これは森の宮小学校なんで森の宮っていうことでね、これがね、中央大通りというましてですね、ね、大きな道路でございます。これを右に行けば大阪城があって、森の宮駅があって大阪城があるんですね。まあいつもこれ、同じような道行ってるんで、今日はですね、大阪市内をちょっと軽く流してみようかなと思っております。なんですかね、まあ見ての通りね、車めちゃめちゃ少ないわけじゃないんですよ。まあ今日日曜日なんで、日曜日の割にはもう普通です。少ないわけでもなく、多いわけではなくっていうような感じになっております。まあまあね、コロナ問題もこれ3密っていうかね、まあそのバイクで走るぐらいであったら、全然問題はないと思うんですけどね。今日も僕もちょっと1ヶ月半ぶりなんで、1ヶ月ぐらいかな、半か、ぶりなんで、ちょっとダラダラと、ちょっと運転の仕方も忘れてたらダメなんで、ゆっくり、ダラダラと走っていこうかなと思っております、ね。これを右折をすればですね、もうすぐにですね、森の宮駅が見えてきますんで、ね、まあいつも通り、そんなにこう、ね、なんですかね、難しいところはいかんと、たらーっと流してみようかなと思ってます。はい、まあ皆さんもね、まあ昨日もね、ライブやってたんですけどね、やっぱり乗って、最近乗ってない方がやっぱり多いみたいなんで、バイク乗る分は全然いいですよ、ほんまに。ただね、どっかに寄ったりとかね、そういうこう集まったりとかするのはちょっとまだ、まずいんじゃないですか。バイクいますね。バイク日和ですもんね。ほらバイクいっぱいいますわね。ここが森の宮駅で、右手にですね、ちょっと振りましょうかな、大阪城が見えるの分かりますかね、右手に、右斜め、こっちの方向ですね、大阪城が見えます。あの角のパチンコ屋やってんのかな、電気ついてるような気もせんでもない。あ、閉まっとるか、ちょっと確認できないですね。これが、正面に見えるのが大阪城でございます。これをですね、こっちの これ JR なんですけど、森の宮駅の次が、大阪城公園前になるんじゃないですかね。だからこの、線路沿いにこう走っていくと、左手にですね、大阪ビジネスパークが見えてきます。ね、大阪ビジネスパークを、越えて、これも前と同じ、かぶっちゃうんですけどね、京橋になるのかな、いや、このやっぱ兵道のジャケットはいいですよ。まあ、いつもフライトジャケットで、羽織って、バイク、春夏は乗ってるんですけど、去年からちょっと、ちょっと暑くてやっぱりフライトジャケットを傷めてしまうということでね、私ですね、この兵道のジャケットを買ったわけですよ。でまた兵道っていうのはすごく人気でしてですね、もうこれ、試着、違う色を試着してですね、あったんですけど、色、この柿色がなかったわけですね、この
なんていうんですかね、このオレンジ、オレンジじゃないな、柿色か、でネットでやっと見つけて購入したんですけどね、多分今は買えないと思います。兵道は超人気なんで、兵道とあの何だっけ、あそこ思わせてもらった、あの針にある、あそこのブランドはねすぐなくなるんでね、早く押さえていた方がいいんじゃないでしょうか。これが大阪ビジネスパークです。はい、右に見えるのがツインタワーですね、ツインビル、双子ビルですよね。で左が IMP、大阪ビジネスパークは、皆さん見てください、ガラガラでございます。ガラガラでございます。そんなに人いないですね。まあイベントやってないのも結構大きいんじゃないですかね。普段はもうちょっといますかね、大阪ビジネスパークには。ただやっぱりここら辺はね、ビジネスパークなんで、やっぱりこう日曜日はまあ少なめは少なめなんですけどね、ただ大阪城でイベントがあるときは結構人はいますんでね。はい、でですね、ここはもうちょっと行ったらこの京橋になるわけですね。これを右に曲がります。あ、刀や、最新の刀や、かっけ。ここが大阪ビジネスパークで、あ、違う、ごめんなさい、京橋で、右ちょっと行ったらね、で、あの赤い、建物ありますよね。あの赤い建物はこの間コロナウイルスが、ね、4月にか3月かな、出てしまったホールですよ。ね、皆さん覚えてますかね。ジャパンは空いてますね。ここね、この赤いのが、まあ、もう閉まってますよね。ここでコロナが出ちゃったんですよね。これ前の、だいぶ前走った時の動画も言ってると思うんですけど、これが大公園ですね、左手が、結婚式とかね、皆さんやると思いますけど、ここがまっすぐ行ったら桜の宮ですよね。ラブホテル街ですよね、大阪のね。まあそればかりじゃないんですけどね。で右手に行ったらその京橋駅になる、これが1号線になります。で左手に行くと、梅田になりますね。まあ見てる通りそんなに、自粛してるなって感じはあんまりないですね。うん、大阪ビジネスパークはなんか自粛してる感ありますけど、まあね、緊急事態宣言の、ね、一部解除ということでやっぱり、ね、やっぱりこうちょっと気が緩んじゃってる部分もやっぱあると思いますよ。まあ現に私もこうやってバイクで、外に出てますんで、ただバイクで外で出るぐらいはね、絶対感染はしにくいとは思うんですけど、でもねやっぱり、まあ、僕も今ポケットにマスクは忍ばしてますけど、マスクやっぱ されてない方もやっぱいますね。で今日は靴はね、RS 太一のですね、まあ、なるべく、軽装で、ね、メッシュブーツで着ております。これをね左に行くと梅田でございます。これ前の動画もやってるんですけどね、何やったかな、あそこ、南海部品かな、南海部品に行くときに、ここ通っておりますね。ここはまっすぐ行くとあの銀橋、この銀橋を、のあたりが、まあ、越えたら造幣局があるんですね。桜の宮